ドイツワールドカップのメンバーに選出。初めてのワールドカップを経て感じたことは、世界ってこれぐらいの、ね、差があるのかなっていうのは思ったね。ジュビロ磐田に移籍の決め手みたいなもの、一番は日本代表。鎖骨の怪我から復帰して、調子を取り戻し、2005シーズンですね、9アシスト、そしてクラブでの活躍が認められて、2005年の7月に東アジア選手権を戦う A 代表に初選出。これ G5 ジャパンですよね。そう。この時の心境はどうでした？この時は国内組で行くってなって、うん、まあ、自分ではまだね、確信はなかったけど、周りから選ばれるんじゃないかっていう話をされてたけど、うん、実際発表されたら選ばれなくて。そうなの？一発目は選ばれなくて、国内合宿みんなしてて、うん、その時にね、アツさんが怪我したのかな。怪我して、うん、いきなり強化部の人からで、ね、チームの連絡来て、うん、コマ代表追加招集されたから今から、うん、韓国行けるかって言われて、うん、あ、はいって言って、で急いで準備して、みんなはその国内で直前合宿してるから、うん、団体で韓国行ってたけど、うんうん、俺は広島空港から単独で韓国行って、うん、でみんなよりも先に着いたから一人で出迎えるっていうジーコ監督ってどんな監督？先日は、うん、まあ、そんなにない、個人に任せる感じ。うん、で監督も練習中に、パス出したりとか、うん、するタイプの監督で、うん、まあうまいよねみんな言うよね、うん、一番うまかったみたいな。 その後も、まあ、チームの主力としてですね、活躍される中で、2006年ドイツワールドカップのメンバーに選出。このメンバー発表はどこでした？自宅で、まあ、自分もテレビで。選ばれそうだなっていうのはずっとあるわけじゃない。まあ、でも入って1年後初代表から不安はあったかな、うんうん、で実際にジーコさんが名前読み上げていくわけでしょ。その時に、まあ、ディフェンダーだから早めに呼ばれるでしょ、キーパーの時に、うん、でその時は年齢順かな、うん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 、で発表されて、うん、で年齢が近づいてきたら緊張したよね、うん、で呼ばれて安心、うん、嬉しかった。隣で嫁さんもいたけど、うん、まあ、嫁さんの方が喜んでた。そりゃそうだよそしたらもうすぐ電話かかってきて、今から記者会見するから、うん、記者会見会場に来てくれって言われて、うん、ですぐ準備して着替えてスーツ着て、そう、なんかいいよねそれはいいな、まあ、だってあの当時ね、すごくこう期待されてたチームだし、そのメンバーの一員として、まあ、ドイツワールドカップに向かうと。どういった心境なの？なんかプレッシャーとかそういったものは感じなかった？プレッシャーは感じなかったよね、うん、もうオリンピック終わったら次に何があるかって言ったら、もうドイツワールドカップが次に来る、うん、そこを目指して、うん、まあ頑張ってやろうかなとは思ってやってたんで、うん、オーストラリア戦初戦ですよ、スタメンで出ますよね。試合前の心境ってどうでした？自分が目標にしてきたところだし、うん、緊張はすごくあったね。あ、その、まあ、先制するじゃないですか、26分、うん、で、まあ、リードしてハーフタイム迎えて、この時自分自身の中ではパフォーマンス的にはどんな？パフォーマンス的にはもうなんだろうな、前半45分がサッカー人生の中で一番早く感じて、まあ、それだけすごく緊張してて、うん、ハーフタイムになってようやく落ち着けて。へー、じゃあハーフタイムの雰囲気もまあちょっと冷静になれるぐらい落ち着いてた、うん、まあ、ただ後半苦しい展開が続いて、84分の失点から8分間で3失点、逆転負けと。この時チームに何が起きてたの？自分もそうだけど、うん、別に 1-0 で勝つチームではないし、うん、取れるんだったらどんどん取りに行く、うん、だけど得点が入らずに、うん、そのまま時間は過ぎていったけど、まあ一瞬の隙を突かれたっていう
そこかな、うん、なんかこう前に行く後ろにこう重心かけるみたいなのがなんかこう前の選手と後ろの選手で合ってないような感じも見えたけどそんなこともなかった、うん、まあそして初戦敗れるわけですけど、まあ、その後2戦目以降、まあ、出場機会がなかったと。でチームもグループステージで敗退。初めてのワールドカップを経て感じたことは？特に3戦目ブラジルとやって先制したけど、うん、まあ、それまでブラジルの選手が遊びながらやってる、うんうん、だけどやっぱり先に日本が先制して、うん、と目の色変わるようなプレーがもう変わって、うんうんうん、これがブラジルの 100% の力なんだなっていうのが感じることができて、世界ってこれぐらいの、ね、差があるのかなっていうのは思ったね。じゃあ外から見ててブラジルすごかった？すごかった。あ、そんなに？ロナウジーニョ？ロナウド？ロナウド、カフー、カフー、ゼロベルト、カカー、アドリアーノとかいたのかな。アドリアーノいたね、うん、まあ、そしてドイツワールドカップの後に2007シーズンには2度目の J2 降格。シーズン終了後ジュビロ磐田に移籍。これユース時代から長く在籍していた広島から、まあ、移籍するわけですけど、いろんな葛藤があったんじゃないかなと思うんですけど、移籍の決め手みたいなものっては何だったんですか？一番は日本代表。2年後かな、うん、ワールドカップがあるので、うんうん、日本代表に入る選手はやっぱり J2 から選ばない、うんうん、そうするとやっぱり1年空いてしまうので、うん、他の選手が入ってきて、うん、でそこからまた1年で J1 上がっても序列がどうなのか分かんないので、うん、で移籍初年度、まあ、2008シーズンですけれども、まあ、リーグ戦で34試合に出場、まあ、フル出場ですよねほぼ、その後もチームの中心として活躍。まあ、そしてですね、迎えた2010年の南アフリカワールドカップですけれども、まあ、この時は当然メンバーに入るっていうのはスタメンで出るっていうことはなくて、うん、まあ、出てもウッチーか長友が怪我か招集されなかった時に出る、うん、100% 受かるっていうのはなかったかな。おドイツワールドカップの時よりは、うん、まあ、角度は高いかなっていう。まあ、大会直前の練習試合で、まあ、今野選手の負傷もあって、あとは内田選手の怪我というところもあって右サイドバックに定着と。そして迎えたグループリーグ初戦のカメルーン戦ですけれども、ドイツワールドカップの時とは違いました？違ったね。雰囲気はちょっと南アフリカの方が緊張感があったかな。まあ、あの本田圭佑選手のゴールで、まあ、勝利しましたよね。でご自身としても2度目のワールドカップで初めての勝利と。この勝利は格別でしょ。過程を見たら、うん、やっぱり直前で親善試合に2敗して、うん、システム変更をして短期決戦だと初戦が大事っていうのはずっと言われてるけど、そこで初戦取られたことはチームの自信になったのかなと思います、うん。まあ、そして第2戦のオランダ戦もフル出場 0-1 で敗れましたけれども、まあ、そんな中で迎えたデンマーク戦、まあここでもフル出場してチームも 3-1 で勝利、まあ、日韓ワールドカップ以来のベスト16に進出されますよね。予選突破が決まった時の心境ってどうですか？やっぱり嬉しかったね、うん、まあ、そこ一つ目指してたところですね、うん、まずそうだね、まずはそこを目指して、うん、まずそこをクリアすると、うん。まあ、そしてですよ、まあ、ベスト8をかけたパラグアイ戦です。当たった瞬間やっぱり、まあ、やってしまったなっていう。かけられた言葉とかって覚えてる？そんなに記憶がなくて、他の選手と目を合わすことができなくて、うん、育成の現場からこう何を伝えていきましょう？その失敗をしてネガティブにならないこと、トライしてほしいなとは思ってるんですよね。